末日聖徒イエス・キリスト教会。末日聖徒イエス・キリスト教会。末日聖徒イエス・キリスト教会は1830年にアメリカ合衆国にて宗教家ジョセフ・スミス・ジュニアによって立ち上げられたキリスト教系の信教。通称はモルモン教会で教典の一つであるモルモン書ザ・ブック・オブ・モーマンに由来する。ただし、教会の指導部は モルモン教という故障について、信徒に対し、使用を推奨していない。本部は、アメリカ合衆国ユタ州ソルトレイクシティ。創始者であるジョセフ・スミスを通して、原始キリスト教会が現代に回復されたとされる。聖書の他に、モルモン書など、独自の聖典を持ち、教義においては三位一体説の否認、キリスト及び、死者の復活、キリストの再臨、伏線年を説いている。 また人の運命、救いを決めるのは、本人の自由に任されていると主張している点は、メソジスト、バプティスト派に類似すると指摘されている。宗教学上では、キリスト教系の新宗教に分類されている。アメリカ合衆国ユタ州を中心に、多くの信徒を持ち、アメリカでは、カトリック教会、ルーテル教会、バプティスト派、メソジスト派、ディサイプルスと共に、 キリスト教における六大宗派の一つとされているものの、キリスト教主流派であるカトリック、正教会、プロテスタントの各団体は公式に異端と表明している。独自の聖典を持ち、その中心であるモルモン書は、旧約聖書、新約聖書とともに、イエスキリストについてのもう一つの証しとし、聖書より、正確としている。 また現代のキリスト教の多くの宗派が重視する三位一体とは異なり、神、イエス・キリスト、聖霊は別個独立の人格神であることは認めているが、神は以前は人間であった。神には妻、天がいる。救われた人間は死後、天で現在の神のようになるなどという神概念を持つ多神教である。末日聖徒イエス・キリスト教会は、ジョセフ・スミス・ジュニア、 1805年から1844年によって、1830年4月6日、アメリカ合衆国にて設立された。ジョセフ・スミス・ジュニアによれば、彼は14歳の時、1820年、当時激化した教派間の争いや矛盾に疑問を抱き、新約聖書、ヤコブの手紙一章五節を読み、どの教会が真実であるかを神に祈り求めたところ、 父なる神とその子、イエス・キリストが現れる次元を示され、言葉を交わしたとされる。スミスによれば、イエスは既存のいずれの教会もことごとく誤っているため、あなたはどの教会にも加わってはいけないとジョセフに告げ、イエス・キリストの教会を再び地上に回復すために、ジョセフを預言者として選んだとされる。教会の心情によると、回復が必要であったのは、 イエス・キリストと十二使徒、イエスの弟子の死後、神の神聖な儀式を行うための神権、神の権労が地上から失われ、完全なる教義や儀式も聖書の人の解釈によって失われていたからだとされている。神権は1832年のサスケ・花川のほとりでイエス・キリストの弟子であるペテロ、ヤコブ、ヨハネが、ジョセフ・スミスとオリバー・カウドリーに天使として現れ、 安守により再び回復されてから現在まで受け継がれており、そのことにより現在に至るまで預言者による神の啓示は続いていると信じられている。この宗教は、アメリカ合衆国建国、1776年、合衆国憲法制定、1789年、憲法修正第一条第10条制定、1791年、 憲法修正第一条では、宗教、信条の自由が、史上初めて権利として認められた、宗国創創期に設立され、西部への入植の歴史があることから、開拓期を象徴する宗教とも言われる。通称の、モルモン教という名前は、教典とするモルモン書から由来しており、書の名前である、モルモンとは古代アメリカ大陸に住み、当時の民の歴史を記録し、 要約した預言者の名前であると信じられている。ジョセフ・スミスはこの書物を改良エジプト文字から英語に翻訳したとされ、1830年に発行された。設立後、創始者であるジョセフ・スミス・ジュニアの死去や、一時的な1852年から1890年の一夫多再生の経過、多再婚を禁じる様々な法を無視に伴う議論を経、 いくつかの教派に分かれたが、当該教会はその中の最大会派であり、設立時の名前を引き継いでいる。2010年8月現在、教会の公式発表では、全世界2500万人の会員を要する。ただし、バプテスマと呼ばれる洗礼を受けていない8歳未満の、末日生と家族の子供も含めた数。そのうちの14%は、ユタ州に住み、 教会員の半数以上はアメリカ合衆国外に居住している。数多くの宣教師、約8万人2013年10月現在が166カ国で伝道活動を行っていることが教会の国際的な長の理由として挙げられている。2006年には教会員の半数以上がアメリカ外に居住していることが報告された。2010年8月現在、全世界で 約28,500箇所の礼拝施設を構え、日本国内には約340箇所ある。また、神の儀式を執行するとされる神殿は世界に170、2014年1月、現在あり、日本には東京と福岡と札幌にある。合衆国の宗派としては4位の規模としているが、2001年のニューヨーク市立大学の調査では10位に止まると推定している。 教会の本部は、アメリカ合衆国のユタ州ソルトレークシティにある、ジョセフ・スミス・ジュニアから続く歴代16代目の教会の最高指導者は、トーマス・スペンサー・モンソンであったが、彼は2018年1月2日に死去した。2018年に、教会の指導部は、モルモン教という故障について、信徒に対し、通称のモルモン教という名称を使用しないよう求める。 見解を発表した。イエス・キリスト教会、チャーチ・オブ・ヤソ・ソクリストあるいは、教会、チャーチと呼ぶべきと推奨し、通称、モルモン教会は公認されたものではなく、使用を推奨していないとした。完全な肉体を持つ天の父なる神と、その長子、イエス・キリストと、霊体であり、イエスをキリストと証明する精霊とを信じ、父なる神とイエス・キリストと精霊は、 それぞれ別個の存在であって、人類の救いという目的のために常に一致してことをなすとされている三位一体の否定。アダムのトガは、神が与えた自由意志の結果であり、人類を生ずるために、神の目にかなった行いであった。このトガによって堕落が生じ、この世に不完全さと死がもたらされ、すべての人は、自分の行いにより、真理を学ぶ機会を与えられた。イエスは、 アダムの都がの責任と万物の不具合を埋め合わせるために死を持って、あがないを完成し、キリストとして人を父なる神に取りなすものとなった。人の救いに関しては、イエス・キリストによって、全人類は、当人の思いと行いに応じて、最後の審判の日に相応に裁かれると信じている。神の国、天国には、口述するような三つの段階、日の光栄、月の光栄、 生の光栄があり、神の国に入る条件を拒絶した者、精霊を汚した者などは、外の暗闇、地獄に追い出される。最後の審判の目的は、当人が天のどの光栄にところ属するか、あるいは神の国の外に追われるかを決定するものである。神の国に入った者は互いに助け合って永遠に成長する機会が与えられる。その中には、神格が与えられる者も出る。 最後の審判の日に神、キリストを拒み、精霊までも拒む者は神の国には入れず、サタンと共に取り残される。生のあるうちに教団の教えを聞く機会のなかった者でも、来世においてそれを聞く機会が与えられ、死後でもイエスキリストを受け入れるかどうかは本人の選択の自由に任せられ、選ぶことのできる機関が与えられていると信じられている。 末日聖徒イエス・キリスト教会では、戒しめは、あるべき、理想像そのものではなく、救いにとって、必要条件であるが、機械的に戒しめを守っているだけでは救われない。末日聖徒イエス・キリスト教会の、戒しめとは、人が神の器としての水準を維持するための、安全基準として自ら進んで守るべき、ものとされている。 協議と制約131章。キリスト教主流派であるカトリック、聖教会、プロテスタントの各団体は公式に異端と表明している。ロシア政府は、末日聖徒、イエスキリスト教会を過激活動対策法の対象団体としている。これは不協活動を禁止し、宗教的なパンフレットの配布を制限する法律である。他の対象団体としては、 エホバの承認、セブンスデーアドベンチスと教会がある。19世紀に始まった対抗カルト運動は、米国の伝統的な信仰、家族、倫理を破壊するものとして、カルトを捉えている。対抗カルト運動の原型は、エホバの承認やモルモン教などの新宗教に対す反対運動であった。反カルト運動に共通する点は、カルトへの入信を、洗脳や、 マインドコントロールによるものと考えることであり、そのことから洗脳などを解除する専門家の役割が重要視されている点である。末日聖徒イエス・キリスト教会は戦争や地域紛争に関してキリストの再臨の日までなくなることはないという考えを持っており、個々の戦争や地域紛争に関して公式なコメントを出すことはである。しかし、 第二次世界大戦が勃発した1942年4月に次のコメントを発表した。教会は戦争に反対の立場である。いや反対しなければならない。主が新しい命令を下さない限り戦争を仕掛けることはできない。戦争が国際紛争を解決する正しい手段であるとみなすことはできない。国際紛争は平和的な交渉や調整によって 解決しなければならない。国々が同意すればできるはずである。さらに、広島の原爆投下について、アメリカに対して、非難の声明を発表した。第二次大戦終了後の1946年10月5日に、公式の席で、当時の最高指導者会に属する J. ルーベン、クラーク副官長が、以下のコメントを残している。この戦争の最たる、残忍性は、我々、 アメリカ人が日本に原爆を投下して何十万もの民間人を消し去ってしまったことである。軍関係者は今原子爆弾は間違いであったと言っている。それどころではない。あれは世界にとって悲しむべき惨事であった。原爆の惨事で最悪のことは全米国民が揃ってこのおぞましい大虐殺を承認したことであった。末日聖徒イエス・キリスト教会は教会員の寄付。 断食献金の一部を人道的援助の運用に当てている。例えば最近では日本においては東日本大震災の復興支援を目的に2011年3月に発足したルーモンヘルピングハンズ東北復興プロジェクトがあり、福島県いわき市から宮城県お鹿郡小長町、岩手県宮古市まで19の地域で復興支援を行った。活動内容は救援物資の提供、 瓦礫の処理の手伝い、製氷装置や保冷車の寄贈などが報告されている。モルモンヘルピングハンズが行ったその他の救援、復興支援活動としては、1995年1月に日本で発生した阪神淡路大震災の復興支援、2005年8月にアメリカ南部を発生したハリケーンカトリーの復興支援、2006年3月にエチオピア南部で行われた。 可視化撲滅運動などが報告されている。末日聖徒イエスキリスト教会は、競技場の理由から、結婚制度は男女間のみと定めており、同性婚を認めていない。20世紀までは、同性愛を罪悪視していたが、現在は、同性愛自体は否定しない立場をとり、同性愛者でも入信を歓迎している。モルモン教徒が、 人口の6割を占めるユタ州では結婚防護法で同性婚を禁じていたが、連邦地裁が2013年12月にこの結婚防護法を違憲と判断した。ただし、ユタ州政府が控訴したため、現在も同性婚を禁じる州法は有効である。モルモン教会は現在の州法を支持しているが、教会に対する批判も高まっており、一部の信者は、 同性愛者の権利擁護訴えパレードの会場に、フリーハグのブースを設けるなどの融和策を探る道も、ある。競技的には、人は亡くなると、霊と朽ちるべき体に分かれ、霊だけが生きて霊界へ行き、残された遺体は、意味をなさなくなる。したがって葬儀については規定はなく個人の自由である。キリスト教式、仏式、神道式など方法的であれば、どれで行っても、 特に罪に定められるということはなく、卓系後のキリストは当時のイスラエル式で葬儀されたと信じている。しかしながら、習慣的には十字架を使わないキリスト教式が一般的である。末日聖徒の歴史は大きく次の時期に分けることができる。急速な教会の発展に伴って武力衝突が本格化。迫害を逃れて米国西部への移住と拡張。 ユタ戦争を決着し、世界に向けて伝道開始。設立当初は、その協議の大胆さや、政治的思惑により、武力による衝突があった。当時としては、社会的に需要しがたい共同体生活と、多彩結婚、一夫多妻制など、の教養に代表される、プロテスタン思想に逆行する協議と習慣に基づいた、行動、集団による政治的脅威及び、 教会による実業活動の破綻に禁した投資家の大損害などが地元住民の反感を招いたモルモン京都大水入り州で戦が勃発したモルモン戦争等。ジョセフ・スミス・ジュニアはあくまでイエス・キリストの純粋な教えという主張を繰り返したが何らかの損害を被った地元住民らには授業されがたく暴動罪の容疑で収監されていたイリノイ州。 カーセージの牢獄にて、兄のハイラーム・スミスと共に、住民による襲撃によって死亡した。後を継いだ、ブリガム・ヤングは、アメリカ合衆国連邦政府と対立、ユタ戦争などと情報を繰り返しながら、教会の一団を1846年より、入りの一周より、西部に移動する。1847年に、彼らが到達した地域は、1850年に、 ユタジュン州として承認された。ブリガム・ヤングの後を引き継いだ指導者は、連邦政府、他州教徒の融和傾向を強めていった。その後、グローバー、クリーブランド大統領政権、民主党下の1896年に、ユタ州はアメリカ合衆国四番目の州として承認された。現在、ユタ州は共和党支持層の安定地盤とされている。 かつて存在していた明白な対立は現在ではあまり見られない。しかし今なお、末日聖とイエス・キリスト教会を脱会した人々の中には、精神的被害を訴えたり、批判活動を展開する人は存在しており、特に批判活動をしている運動家は、ハンモルモンと呼ばれる。参照。2006年9月5日の地域会長会の所管により、 大官庁会及び十二使徒定委員会の正式な承認の下、役職の名称が一部変更になった。副会長、副監督、副支部長のそれぞれの名称を顧問とすることが承認され、また監督の名称をビショップ、殿堂部長を殿堂部会長と名称変更がされた。第一副監督としたものを第一顧問、第二副監督としたものを 第二顧問と呼んでいる。末日聖徒イエス・キリスト教会は、ネイティブアメリカンとポリネシア人を、モルモン書に登場するエルサレムから逃れた民族の末裔だと教えている。ポリネシア人は、モルモン書のアルマ書六十三章五節に登場する、ハゴスと呼ばれ、アメリカ大陸から西へ船で旅立った者たちの子孫だと考えられている。また黒人については、 会員の末裔であると考えていた時期があった。しかし、教会の会員は、北部諸州出身の者が多く、もともと奴隷制度には反対であり、奴隷を認めていたミズーリ州では、政治的摩擦の要因となった。また、エイブラハムリンカーンの奴隷解放運動に賛同して、南北戦争には、北軍として参加している。黒人への待遇は、1978年の、 公式の宣言によって公式の見解として人種に関わらず親権が付与されるようになった。ネイティブアメリカンをエルサレムから逃れた民族の末裔と考えてきた教会は当時の一般的なアメリカの風潮と異なり積極的に彼らと良好な関係を結ぶことで回収させようと試みてきた歴史がある。また人道的理由から米国の法律に基づいて 里親制度を創設し、ネイティブアメリカンの親から虐待を受けた児童を保護して、養子縁組を積極的に行い、自らの実施と同じ環境の教育を施してきた。しかし、この里親制度について、オジブワ族を代表する人権活動家の一人は、この手法は民族浄化であると批判している。デニス・バンクスが写真家、リチャード・アーダースの著書、 オジブワの戦士で語った内容には、下記のような一節がある。また、末日聖徒イエス・キリスト教会は、地元のネイティブアメリカン部族と提携し、後からやってくる白人の滅ば社隊を襲撃して、ユタへの侵入を妨害したようだ。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。